しました。瓜の鉄砲漬け第2弾出来上がったようです。相当水上がってるでしょう。はい、今回ねちょっと、2日ほど漬けました。感じで漬け上がったでしょ。でね、私漬け上がったらジップロック、これに入れて冷蔵庫保存です。あ、ちょっとごめんなさい、カメラで間違ってるね。の水が海から出てきたっていうことですよね。はい、ね、いい感じでしょう。これで、ジップロックに入れて、あと冷蔵庫に入れて、まあ1週間ぐらいすると酸っぱくなってくるんだけど、結構持ちます。ただ今回はちょっと、お裾分けする予定もあったりなんかして、またすぐなくなると思いますけど、いわゆる JA の直売所に行って、まとまったら電話割れますかって言って一応注文しときました。なんかね、生産者が、年々少なくなってきて、売りを作る人がいなくなったんですよね。で、その売りを作ってた人が何を作ってるかというとメロンです。ね、メロンの方が、生産者にとっては美味しい作物なんですよね。もう今ほら、私は売りの漬物やってるけど、こうやってうちで売りをつけるなんていう人もういなくなってきたんですよ。まあでもね、これ売りを生産者少なくなってきたってことは、私みたいにまとめてほしい人は絶対この関東ではいると思うので、売り農家やってる方で売りをね大量に作って箱で売りの鉄砲漬けセットで売ったら俺売れると思うな。はい、もうお約束になってしまいましたんで、今日もお約束でいただきます。ご飯ちょっと少なめにしてます。ちょっと食べ過ぎちゃうんですよ、この売りの季節は。で、今回はちょっと昨日の残りハムカツです。ハムカツはね、お茶漬けに私これダボダボスソースをかけてね、まあこれね、うまいんですよね。ベストマッチングだと思います。はい、
じゃあ食べてみます。今回ねダブルで、ほらダブルで入ってますでしょ。これがどんだけ効くか。うん、いい感じいい感じ。あ、効いてきた効いてきた。はい、でハムカツのダボダボソース。うん、うん、うまいわ。うん。うん。うん。今回2つ火薬を入れてるのでちょっと辛いですが、香りも2倍になって、好きな方はもうこれたまんないと思います。はい、そういうことで、少しばっかりお裾分けしたいところもございますので、また、売りつけなきゃならないね。自分のために。